脇差しの支援がないととてもやっていけないよ、俺は。はい、血の住みか大隊長、血の住みかでございます。明日からなんですよね。明日からなんですよ。大阪城が明日からなんです。ああ、一週間長かったね。いやー、イベント早く始まんないかな。あ、もう、イベントがないと生きていけない体になってしまった。はい、改めまして次の住み方隊長、次の住み方でございます。ちょっとね、間が空いちゃいましたね。あの、すいません、週末にね、言ってたでしょ、あのライブ生を、生配信をしたいと、YouTube がチャンネル登録者数100人になったらしたい、ニコニコでフォロワーがもうちょっと増えて30人ぐらいになったらライブしたいってこう言ってたんですが、まあ、ちょっといきなりは無理だろうと思ってね、ちょっとテストをやってみようと思って、土曜日にニコニコ、日曜日に YouTube の方でそれぞれライブ配信をしてみました。はい、試しにね、久々だったんで仕様も変わってて、まあ七点抜刀して、まあ、一応配信自体はできたんですが、はい、まずね、土曜日にやったニコニコの方はチャンネルのコミュニティっていうのに入ってる人にしかそのライブをやってますっていう通知がいかないのね。うん、でコミュニティはね、結構前に改めて作り直してるんですけど、なんせね、私、ニコニコはフォロワーが20人足らずで、なせいでコミュニティはね、一人もいないんですよ。いや、一人いるんだ。一人は俺なんだ。そう、だからね、まあ、もちろん誰も見に来なくて、30分ぐらいやっぱ喋ったんだけど、で、なおかつ、その、スマホで見ようと思ったら、うん、スマホで見ようと思ったらね、ニコニコ動画以外にアプリが必要で、ニコ生っていうアプリが必要なのかな、生ライブ用の。うん、で、なんでそこまでやってる人ってなかなかいないんですよ、実は。もうなんかちょっと分かれちゃってる感じだね。はい、まあ、よく考えればね、その私のとこに通知が来るコミュニティ入ってる人たちはもう子さんの人たちばっかりだから、そういうふうにニコ生とニコニコ動画が分かれる前からやってる人ばっかりだから、やりね、環境が整っちゃってるんで、もうすでにやりやすいんだろうけど、私が今からそこへ参入していってね、いろいろな機能もね、そのコミュニティの人数が増えていくとアンロックされていくっていう感じで、そうなんですよ。いろいろこれでやっていくの厳しいなーって、うん、ニコ生を配信をした時はね、やった俺ニコ生主だとか言ってたんだけど、終わってみたらね、ズドーンと、これは厳しいな、敷居高えなって。いや、うん、ね、そこで頑張るんだったら動画撮って普通にね、ニコニコ動画に上げてた方が、そっちの方に労力をつぎ込んだ方がね、なんせ YouTube と同じようにニコニコもまだまだ小さなチャンネルですから。厳しいな。で、日曜日、はい、すいません、ここで痛恨のマイクトラブルです。話の内容はですね、日曜日は YouTube でライブをやってみたということを、話し始めました。はい、すいません、ここだけね、アフレコで、はい、補足させていただきます。マイクがちょっとおかしかったんで、はい、それでは続きをお聞きください。ね、おすすめにも出てくるみたいで、はい、で、私のチャンネルを
お気に入りチャンネル登録してくれてる方のところに通知が行くというか、行ってんのかな、うん、行ってるんだろうね。なんか 5、6人の人が見に来てくれたんで、30分程度やっただけで、あ、やっぱニコニコより YouTube の方がやりやすいなって感じながらね、まあ、楽しい時間を、はい、まあ、ぐったぐたでしたけど、ぐったぐた、見に来ていただいた皆さん本当ありがとうございます。ぐったぐたで申し訳ございませんでした。ぐったぐたでしたけど面白かったんですけど、ああでもこれならいけるかなって思ったんですけどね。でそれが日曜日で、うん、戦に行かなくていいのか。おい行くよ、行く行く、今ね大事な話してるんだ。昨日仕事から帰ってきて、来たら YouTube さんから通知が届いてましてね、昨日やったあのライブ著作権問題ないですかっていう通知が来てたんです。ああと思って、でね、過去にもゲーム実況やってましたから、通知が来ることはねあったんです。ただね、その時は、これ著作権的にちょっと引っかかってるかもしれない映像だけど、でもプレステ4からの配信機能を使ってやってるから、広告つけなければ、つまりその有償化とかにしなければ問題ないよとか、うん、これはどことかがライセンス持ってる映像なんで、なんだけども、優勝化しなければ広告つけなければ問題ないよとかっていう、そういう通達ばっかだったんでね、昨日のはねあれだったんです、もう、見せられないよって言われて視聴できない状況にされてたんですよ、映像が。ニコニコじゃない、YouTube の方はさ、ライブ終わったら普通にアーカイブというか、自分が作って編集してあげた動画と同じように視聴できるはずなんだけど、それができない状況になってて、ってなってたのね。ちょっとへこんだ。考えられるの、いろいろ考えられることがあるんです。いろいろ考えられることがあるんですね。なんでそうなったのか。例えば、一昨日の映像はね、あれだったんですよ。その本当にもう初めてだったから、もう、トーラブ実況の映像だけ、うん、に俺が喋ってるだけ。で、サムネもね、青野原の映像を、前にもサムネで使ったことある映像を無加工でサムネにしてて、編集とか一切してないわけですよ、映像的には。うん。で、いろいろな会社のガイドラインの中には、ガイドラインには無加工はやめてっていうとこもあるんです。そのだから自分 の, 字幕入れたりとか、自分の自分の映像を出したり、自画を出したりとか、 VTuber が端にいたりとかね、キャラクターがいたり、あとロゴをちょっと自分で作ったものが端の方に乗っかってるとかっていうのがないと、それはもうあなたが作った二次創作とは言えないんでやめてねっていう会社も中にはいるんですよ。で、名前とかは出さないようにしますけども、ほら実際やってる方いらっしゃるじゃないですか、トーラブの実況生で。で皆さん自画を出したり VTuber を置いたりロゴ自分で作ったりされてて、されてるんで、あ、そういうことかなって今はそういうことかなって今はちょっと思ってるんだけど、でも何が正解かは分かんないんで、それが正しいかどうかは分からない。でかといってね、じゃああれは何がいけなかったんですかってこう聞くのはね、それはその運営さんとかに仕事を増やしてしまうじゃないでしょ。で私はちょっとそれは嫌なのね、仕事増やしたくないの、皆さんの、はい、本当ひっそりと応援して、どちらかというとその ご迷惑はおかけしたくない、応援したいだけなんで、はい、これどうやったらいいんですかとかってこう質問するのもどうかと思うんでね、はい。で、まあ、ちょっとこれからあとそのとりあえずそうかなと思ったんで、画面の中にねチャットの
が読めるような映像を、映像の中にチャットが分かるようなことをして、ちょっと自我を出したくないんだよな俺は出したくないんだよな俺は けどな、まあ何かしらちょっとそういうことを施してやってみようかなと。次は、うん、まあいきなりはできないんでちょっと準備しないといけないですけど、それもはい、やってみようかな。あとあれかな、あと何があかんかったかっていうと、俺の喋りがけしからん男と思われたかな戦に行かなくていいのか今大事な話してんだよ、この視聴者と 俺がね、今後どうしていくかっていうね、大事な話なんだこれ今ね。いやでもその過去のこうやって編集してね、今日またこれ編集してあげますけど、編集してあげた動画の方は大丈夫で、ライブをやったらいきなりそれが来たっていうことはちょっと考えられるのはその辺かなと。ああそう、うん、俺がふざけた男だと思われたっていう違うふざけてはないです、ふざけてはないです、頑張ってると思うんだけどな結構な。もっと頑張れやと言われたら、はいすいませんって感じですけど、うん、頑張ってはいると思うんだけど、頑張ってはいる、うん、ふざけてはいない。ただね、ふざけた男だと誤解されるようなことを言ってるよな、言ってるな、あ言ってる、反省。でもね、皇族領主に反するようなことは言ってないと思うんだよね俺ね、言ってないと皇族領主に反さなかったらいいわけじゃないぞそうね、はい、そうです、はい、はい、てな感じで、さあ戦だ、いざ出陣、厚ヶ島ブートキャンプに行きましょう。はい、このメンバーは極めの40ぐらいなんで、厚ヶ島でも大丈夫。1週間ね、本当にあれだったんでね、情報をください。厚ヶ島、長篠をぐるっぐる回ってました。さて、新たな伝説を、それでですね、あれへし切り出したんですよ。そこの映像はやったっけ、あ、やった気がするな。へし切り出しますって言って、へし切りを修行に出すとこはやりましたね。へし切りを修行に出したんですけど、もうもちろんね、もう1週間経ちましたから帰ってきてます。でただね、前のイベントがほらね、江戸城のイベントは連結要因が全然捕まらない、新しい刀剣なしを発見できないイベントだったんで、連結全然できなくて、むっちゃん来た。それもあってちょっと厚ヶ島、にっかりがね来てくれるとすごく連結するのはありがたいんですよね。打撃と統率と上がってくれるんで、でそれで厚ヶ島をぐるぐる回り始めました。はい、いやー、新たな伝説を作りましょう。いやーでもちょっとね、ちょっと昨日はそのショックで寝込んじゃった、ほんまに。ああそうか、で本当に昨日ねショックで寝込んじゃってね、なんでか知らないけどまたお腹が下ってね、夜トイレでうーって体冷やしたんかなって思ったんだけどね、多分その精神的ショックやわ。そう、うん、今までまあその著作権の方の兼ね合いの通知が来たことはもちろんあるんだけども、さっきも言ったようにね、その PS4 の配信機能を使ってれば分には問題ないですよとか、広告つけなければ問題ないですよっていう通知で、つまり私がやってる分には問題ないですよっていう、今の状況でねやってる分には問題ないですよっていう通知だけだったのが、初めてこれはダメよって言われて視聴できない状況にされるっていうのが初めてだったんでね、これはもうショック
今まで大事に育ててきたアカウントに傷がついてしまった。ショックショック。情報をください。戦はまず知ることからです。さて新たな伝説を作りましょう。ショックだったな。僕についてこれるかな。それで昨日お腹下してね。あれは多分精神的なショックも大きいな。子供殺法は無敵です。ああきっとそうだ、そうだったんだ。でもねもう大丈夫、もう大丈夫だよ。いいもの発見。もう大丈夫、次へ向かって頑張りますよ。はい、なんで近々またテストをすると思いますのでね、まあ祈っていていただければ。さて、いやでもね、見てる皆さんお気づきかもしれないですけど、まあ YouTube でチャンネル登録者100人になったらライブをしようとか、ニコニコでもうちょっとフォロワーが増えて30人になったらライブをしようとかでね、私言ってましたけど、まあでも皆さんまあ気づかれてるかもしれないですけどね、やっぱね4月25日に本丸アップデートの時にちょっと皆さんの声をねチャットで聞きながら、うん、お祝いをしたいなと。本丸アップデートをみんなでこうね、まあもうみんな自分のモバイルでもう見てるんだろうけど、ながら見してもらってね、こんな風になったねとか、これあこういう風になったんだねみたいなのをちょっとみんなでできたらいいなって思ってね、それしたいんですよ。それしたいんです。あー秋田くん来た。秋田敏郎です。真中充です。外に出られてワクワクします。じゃあありがとう、ごめんなさい。ね、極めの秋田くんがちょっと真中っぽいっていう感じなだけで、見つかった時の秋田くんはそんなに、あでも可愛らしくて俺は似てると思うんだけどな、真中さんに。こんなん言ってると本当に秋田くん不安や真中不安にどちらにも嫌われるぞ。こんなこと言ってるから、あこいつふざけた男だって思われるんやな。そうそういうのやめていこうよ。そうだね、ふざけてはいないんだよ。みんなとゲームしたいだけなんだよ。新たな伝説を作りましょう。すごいな、やっぱ極みの40ぐらいで沿線闘争つけてたら白人戦で1体ぐらいしか残ってないもんね今もね。そら何周もできるわな。こうだ、イベントがなかったらイベントがない時なりの発見がありますね。その今自分が強くなっていく過程っていうのもあって、ワンターンキル極みになってもさ、ほら最初のところはワンターンキル難しかったりするじゃないですか。打ち漏らしたりしてたような気がするんだけど、確実にもう、まあ逆にそれで次郎たちとかカネさんこれ疲れちゃうかもしれないなっていう状況だけど、出番がないから。情報をください。戦はまず知ることからです。さて新たな伝説を作りましょう。まあでもね、実はちょっとねハラハラしてるんですよ。ハラハラはしてる今。この今日これ今撮ってるこれをね編集してまた
あげようとは思ってるんですけど、そのね、純粋に著作権者なり運営が、いや君の動画はダメだよ、その編集とかしてるからいい悪いじゃないよ、そういう君の動画はダメだよっていうことだったらね、これも明日とかにね通知が来て見れない状況になってたりしたら、もう今後上げれなくなってしまう、そんなことになったらどうしようって、ちょっとねハラハラはしてる。おこれちょっと結構深刻な話なんじゃないそれってって思いながら、ただうん、著作権とか著作権者の方とか運営さんに迷惑をかけたいわけではないのでね、はい、あくまでこのコンテンツで、このコンテンツを応援してみんなで盛り上がりたいだけなので、ふう、もうそんなことになったら嫌だなと思いつつもただね、ご迷惑をかけたいわけではないというのもありますからね。とりあえずね、これまた編集してこの動画上げますわ。はい、上げてみようと思います。で、一人ね修行出せるんです。さっきちらっと言ったっけ、へしきりが帰ってきたんですよ。そう、へしきり帰ってきたんです。はい、でなんで大金平とねへしきりに今連結する子たちが足らないんで、まあそれもあって厚ヶ島をぐるぐると回ってるような感じですね。今日は明日から大阪城になったらちょっとまたちょっと変わってくるかな。うん、大阪城までに打撃をマックスにしたかったけど無理だったな。で合わせてもう忘れる前にやっちゃおう、修行出そう、修行出せるんでね一人で、もうわあかー、この辺にほら初期投連中がいるんですよ。まあうちの初期投は山間切りなんだけどね、まだ修行に出してないのかよみたいな感じなんですが、ここからは前も言ったようにほぼほぼ順番で行こう、上から順に行きます。ウグイスマル、最近タッチ出しすぎかな、いやウグイスマル行こう。話がある。いい大金平のことじゃない。大好きやなお前も大金平のことな。いや俺も大好きやね大金平のこと気が合うな。さあ見守っていこうなあいつをお前も大好きやで。うん、よっしゃ行っておいで、大きくなって帰ってくるんだよ。まあウグイスマルは大丈夫やろ。ああすぐ戻ってくるだろう、参勤交代でもなし。逆にあいつ大金平いなくて大丈夫かなっていう心配がはい、てな感じでですね、まああの連結要員がいなくて厚ヶ島をぐるぐる回っていますよと、週末はライブで散々な目に遭いましたよという、そういう動画になりました。はい、先ほども言いましたが、またねまあちょっと工夫を凝らしてまたね、まあ実際どうしてダメだったかがわからないんですが、改善をして、はい、もう一回挑戦はしてみようと思います、ライブの方にね。はい、それで引っかからなければいいんですけど、うん、俺がふざけた男と思われてるんだったらもうおしまいやなそれはないか。はい、よし、なんでね皆さんどうぞ、祈っていてください。はい、でそれで、まあ、できたら4月25日にみんなの声を聞きながら、はい、本丸アップデートを、うん、迎えたいなと
は思ってるんですが、まあどうなりますやら、はい、できなかったらごめんね、その時にね。でその時、あ、やっぱちょっと、うん、ライブ俺無理だったわってなったら、その時はごめんなさい、はい、てな感じで今日はこれぐらいで失礼しようと思います。またお時間ありましたら遊びに来てください。失礼いたします。